はい、というわけでやってまいりました。今日はですねこちら CR-V のね中古車販売ということで、なんとねこちらの車、89万7千円で販売しております。平成22年式の、走行距離が、4万3000キロね。これほら4万3000キロなんですけども、めっちゃ綺麗なんですよ。11年経ってると思わないぐらい綺麗な車になりますね。ちょっと外装をぐるっと見ていく。ほら寄ってみましょう。このだいたいねこのライトのヘッドライトのところがくすんでくるんですけど、そんなにくすんでねっていうかね、あのくすんでないって言ったら嘘になるんで、ここをほらちょっとだけこのやっぱ上の紫外線が上から当たるんで、この辺は若干ねくすみがあるんですが、すごい綺麗な状態です。もうボディに関してはかなりほらもう空が映ってるぐらい、いやこれ空なのかボディの黒なのかわからないぐらいのツヤツヤですね。これかなり状態ええわ。ほら下回りも綺麗ですよね。っていうか CR-V かっこいいあれ久々に見るとこんな形やったかなって思いますね皆さんね。今 SUV が結構流行ってるんですけど、この当時ね10年前はそんな今ほど流行ってなかったですよね。まだねこの CR-V は本当にね質実合見というか SUV 感ありますよね。結構後ろがね広く取れてるんですよね。ほらここは流線形にしてるんですけど、ね、上の方は結構角張っててね、室内面積も広いという感じになりますね。ちょっと傷探していこうかな。この辺ちょっとね擦り傷がある。あとねそうそう、だいたいこうするポイントってね、この左後ろのこのリアフェンダーあたりちょっとよく見ていく。あこれよく綺麗な、このほらちゃんとここねガンメタで塗装されてるんですよね。塗装されてない SUV って結構ありますよね。ツートンカラーっていうね感じですね。ちなみに225の 60R18 18インチですね。ダンロップです。若干タイヤは若干ひび割れ感はあるけど、どうでしょうね、この辺ちょっと、交換した方がいいのかどうかはちょっとディーラーさんに問い合わせしてみてください、ね、こちらホンダカーズ大阪東花園店さんでね販売しております。詳しくはね下の概要欄クリックしてくださいね。いやこれ89万ね、どう皆さんいいと思いますけど、ああここちょっと若干こうほらボコンボコンとねデザイン的にこうハードなデザインになってるんですよね。外装綺麗よ本当に。よしこの流れで内装を見ていきますね。ちょっとシートチェックだけさせてもらいます。やっぱりこの辺革のよれとかいうのは多少ありますが、こんな感じなんやね。なんか中はスウェード調なんですね。他にだいたいね汚れるのってこの端っこのこのシートベルトの素手とか、それはそんなになさそうやね。なんかいいかもしれん、なんか高級感あるぞ。ほらこの木目パネルとかね。へえこんな感じやったんですね。ではちょっとシートをかぶせて、ちなみにほらパワーシートですよ。おお高級ね、いいじゃんいいじゃん。よしではちょっとお邪魔します。さすがにな、年代感じるよな。でも鍵を差し込むタイプじゃないです。ちなみに鍵はこんな感じですね。じゃあちょっとひねらしてもらいます。はい、走行距離、4万3000キロと表記されております。4万3000キロってね11年落ちでそんなに走ってなかったんですね。ちゃんといいナビついてるわ。ナビもねまあちょっとさすがに古さを感じるけど、ここだけなんかボコッと変えちゃってもいいのかなっていうか、まあ十分ですよね。はい、乗った感じこんな感じです。広い、すごいいい、あれめっちゃええぞ。これ89万で買えんの。いやキャンプとかね趣味持ってる方はこれやっぱちょっと SUV 欲しいけど高いからなっていう方はこれぜひおすすめですね。っていうか綺麗わ。いやこれ本気で綺麗なやつやな。この車は本当に綺麗わ。
11年落ちとは思えないぐらいの、これほら見て、これ一回磨き入れてんのかなっていうぐらい綺麗。はい、ちょっともうビニールかけときます。あ、ライトはついてないタイプね。ああ、ミラーが出てきた。あ、これサングラスかけ。お、あ、止まる。これで後部座席がチェックできるんやな。で、センターコンソールね。おお、やっぱオデッセイみたいにあのコンセントがこの後ろについてたらいいけど、ついてないよね。あ、そっか、 USB とかはこの時代はさすがにな。いや、このシガーソケットからね、電源取れるパーツとかねありますんで、そういうのを買っていただくと。っていうか結構このほらちょっとしたくぼみ、こういう収納が多いな。これ何回も開けたくなる。あ、ここ木製、あ、こんな開き方するの、なんか面白い。これスライド型、あ、なんか奥になんか USB のほらコネクタが出てきましたね。うん、うんって感じ。これね、あの、いいよ。これ横移動できるし、で、こんだけ空いてると隣のシート移動しやすいです。いや、後ろも良さそうやな。ちょっと後ろ行ってみるか。で、ここは結構特徴的なデザインになってますね。ほら、こうハンドル、こう握れる感じ。だいぶおすすめできるぞ。はい、後ろこんな感じです。どう？あの、若干ね、やっぱシートが、あの、高いような気がする。なので、まあ、天井ね、それなりの高さがあるんですが、まあ、私、身長183センチで十分、ね、こんな感じで、ゆとりがある感じです。いやー、あの、見晴らしがいい。これ、座面が若干上がってるので、視野が広いというか、高い感じがする。運転席よりね、ちょっと一段階高い、見下ろすような感じですね。で、これだったら十分ね、5人乗れます。広い、この真ん中の席が。ね、これちょっとなんか斜めってるけど、こういうもんか。だいたいね、シートはあの、ここが後部座席膨らんでるとか、凹んでるとかね、いうのありますけど、このシートに関しては結構フラットでベンチ型になってますね。ちょっと後ろを見させていただきます。いや、広くね、これ。やっぱね、ここが結構上まであるんで、意外とこうスクエアな形なんですよね。なので大きいものがズボッと乗せれる感じがします。で、ここはなんか棚板がつくんかな。ほら、なんかくぼみがありますよね。あ、そっか、こういうことね。うわ、よくね、これ。上ね、マックス10キロまで乗せれます。あ、これ2層になるっていうのいいのね。これ結構キャンプ道具とかいっぱい詰めそうな気がする。ほんでぴったり収まるということか。これ下には特にトランクスペースはなかったけどもね、2層で使えるっていうのはいいよね。これちょっとシートアレンジしてみる。ほら、こんなね、引き手があります。お、さすがにね、やっぱあのフラットにはならないですね。後ろから見ると、うん、まあどうしてもこれぐらいの段差は出ちゃいますよね。まあそれでも倒すとかなりの容量が詰めると。いや、長いものもね、これだったら詰め込みますよね。ね、この時代は結構縦のね、このテールランプっていうのが流行ってましたよね。上もね、キャリーが付けれるようになってるので、いや、これいいよ、本当に。上にキャリーつけて荷物結構満載で詰めるわ。はい、もう一度じっくりご覧くださいませ。いやー、やっぱ年式の割に、ボディとか内装かなり、綺麗だと思いました。89万円で買えます。いや、これはね、結構満足いく、車だと思いますよ。ね、ほら、結構切れくね。いや、これね、黒のボディなんですけど、ほとんど、ね、擦り傷っていうのがないですよね。さすがにこのドアノブの、ここにちょっとね、擦り傷があるぐらいですね。はい、こちらの車、ホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくはね、下の概要欄クリックしてくださいね。ね、89万7000円。いや、お買い得だと思いますよ。まあちょっと年式さえね、言ってますけども、まあその辺さえ気にしなければ、すごい綺麗くていい車だなと思いました。私のチャンネル面白いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで CR-V のご紹介でした。じゃあね、バーイ。